ですね、今月4月の17日から21日、梅田は赤い観覧車が目印、ヘップホールで、ミジンコターボ解散公演をします。最後に頑張ります。はい。で、まあ、レギュラーのね、レギュラーの、まあ、劇団員、現在の劇団員と、まあ、いつも出ていただいている方と、私と、あと、まあ、初めて、まあ、道路さんとかも出ます。だいぶ豪華な。そして今もお話を、今日も稽古行ってきたんですけど、大変面白いお話になっておりますので、よろしければぜひぜひ見に来てください。はい、なんかね、親子席などもあるそうなので、はい、もう親子で楽しめる楽しいお話になっております。こんなチラシの感じのお話になっておりますので、よろしければ見に来てください。よろしくお願いします。